こんにちは。今回の大分目白押しは、脱炭素社会に向けた省エネ建築物の普及促進のための取り組みについてご紹介します。県建築住宅課江藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。住宅建築物分野における課題について教えてください。はい。2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、建築物の省エネルギー化が課題となっています。そのため県では、県内の建築士や施工者などの技術者を対象とした研修会を開催し、省エネに関する設計や制度、先進事例などを学んでいます。また省エネに関する個別相談窓口の設置や県民向けフォーラムなども開催しています。大分市内にある省エネ住宅にやってきました。こちらの住宅を手掛けられた GE ハウスの白石さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらとってもこう木をふんだんに使っている温かい雰囲気の素敵なお家ですね。はい、どういったところが省エネのポイントなんですか？まずパッシブデザインによるですね、設計と、あと高気密高断熱の自然素材をふんだんに使った住宅になっております。高気密高断熱が家庭の省エネルギーを進める上でとても重要なポイントになります。住宅内の熱の出入りを少なくすることで、少しの冷暖房エネルギーで快適に過ごすことができます。そのためには住宅の外気に接している部分を断熱材で包み込み、窓を含めて断熱層を連続させ、隙間を作らないことが重要です。家の中で一番熱が逃げるのが窓と言われております。今は周りが樹脂になってガラスが2枚中にガスを入れて断熱性能を高めております。皆さんやっぱ冬が暖かいということで、本当に寒い日しか暖房をつけなくていいということで、省エネルギーにつながっていると喜んでいただいております。断熱性能を上げるためには何からしたらいいでしょうか？先ほどもお話したように、住宅の中で熱が逃げるのが窓なんで、窓のリフォームをお勧めいたします。はい、省エネ住宅は地球に優しいだけでなく、家族が快適、健康に、そして経済的に暮らすことができます。今後家を建てる方やリフォームを考えている方は、高性能な窓や断熱について検討してみてください。県では臼杵市中央公民館で、住まいから考える私たちと地球に優しい暮らしと題して、省エネに関する県民フォーラムを開催します。マルシェや木育スペースなどもございますので、ご参加お待ちしています。続いて大分県からのお知らせです。ヤングケアラー支援のため、24時間365日の相談窓口を開設しています。家事や家族の世話などで睡眠時間が少ないなど、困りごとを聞いてもらいたいことはありませんか？家族や周囲の方も相談できます。電話または SNS をご活用ください。次回の大分目白押しは、小中学生が運動を日常化するための取り組み、一校一実践をご紹介します。お楽しみに。